なかなか飛んでるとかなり熱中しやすい、ブンブンの状態になると思いますけれども、暑さから来る熱中症には気をつけていただいて、適宜ね、雨が降ってない時はちょっとバッパを脱いでいただいて、少し、空気を取り入れたりとかして、皆さん、うまく、体のね、熱を放出するコントロール。アルコールだと。では、ここからは何を私に聞いてくるかというとですね、皆さん、ほんのストレートにご注目いただきたいと思います。何やらですね、怪しげなトレーラーが出てまいりました。怪しげなんです。これでも今も、世界中各地のサーキットで行われております、MotoGP ライダーズパレード、これを見て今、トレーラーが、やってきております。今ですね、これを、そういう環境でございますので、やっぱり中垣選手が日本語で頑張れと、大きい声出す気がないでしょう。皆さん、今回もよろしくお願いします。で、場所によってはですね、皆さんね、あまり今見た大型トレーラーに、トップライダーの方が、乗車しまして、国道の交通機関の前に出されて行っております。現在、今のが前です。あと、ちょっと一瞬間が、こうして東北高校走る皆さんの前で走ることすごく嬉しいですし、ちょっと今日天気が怪しいですけど、なんとかドライでサンクラス走れればと思います。パレードのサンナーを飾られるとか、thank you.
ね。はい。